めて。飲み放題1000円どうですか？食事メニューも美味しいんですよ。後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。こちゃこちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。
誰かこっち来んぞ。ああ、なんだよ、見てんじゃねえぞ。俺、おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バン、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。官房長を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと、ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ。ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は、いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。ああ。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ。こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使え。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてから。それまでに俺も少しは気を持ってさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。
お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にはある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためだ。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんなよ。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全てだ。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったんだ。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。おい、そんなに急ぐな。おお、いい。おい、キリュウ、電話するよ。どうすと、どうすと、うすり、どうすと、どうすと、どうだった。おお、
さあ行くか。行くぞ。何すんだよ。お前ふざけんなよ。おお